当にまず滋賀まで多くの、ファンの方々が、来てくださって、本当に熱い声援を感じた中で、負けたっていうのは本当にすごい、まあ、本当に苦しいですし、辛いですが、まあ、本当前向くしかない状況ですし、明日もう絶対に本当どんな展開でも1点差でもいいんで勝ちにこだわって勝って、横浜に戻ってこれるように、全力でプレーしますので、また明日も応援よろしくお願いします。 Go Vico!